はい、これからこの表題の文献について紹介します。初めにアブストラクトです。感情分析のデータセットでは、適切なラベルに大きな不一致で、その感情付与する人たちによって大きな不一致がある場合、ノイズが多かったり、複雑なデータっていうことで破棄することが一般的ですと。で、ツイッターセンチメントアナリシスの目的で構築された、データセットでは、上記のようなノイズの多かったり複雑だっていうデータは、30% 以上構成してますと。で、この上記のようなデータの削除は、短文のリアルタイムセンチメントクラシフィケーションを実行するときに、自動化されたシステムがどのようなサンプル、この上記のようなカテゴリーに入るかっていうものを事前に知ることができないっていう問題があって、で、このようなテキストを分類するため の、 この複雑なクラスの感情の概念というものを提案して、で、短文のセンチメントアナリシスフレームワークに含めることで、現実の設定でその実装したときにしっかりと感情分析の品質が向上するということを考えて、このデータセットを作りましたという内容です。はい。で、イントロダクションで、ツイートの感情は自動的に判断できる、TSA モデルっていうものはここ数年で大きな注目を集めてて、最新の研究とかだと、割とツイッターセンチメントアナリシスのモデルを機械学習を使用してパラメータ調整してやってるので、実際の実装環境と関連性、あれとパフォーマンスは訓練のデータセットに大きく依存すると。で、残念ながら、ツイッターセンチメントアナリシスデータセットの構築にはモデルよりも注意が払われてないっていう問題があります。で、これが実際の例なんですけれども、例えば、ポジティブ、ネガティブ、あとオブジェクティブってあったときに、ここで、一つの部分に偏っていれば、それはオブジェクティブですとか、ネガティブです、ポジティブですっていうような形になるんですけど、こういうふうに複数のものが入ってると、これはなんか意見とかが混在しちゃってて、良いデータではないということで破棄されるのが一般的になってます。で、ここも問題点なんですけど、そのデータセットを構築するときに多くのデータをフィルタリングしてしまってて、本当に必要な情報を落としてるんじゃないかと。で、研究者はもっと実世界の環境で使用することを想定してデータセットを構築しないといけないですと。例えば先ほど説明したツイートがストロングネガティブ2つで、ストロングポジティブが2つ、あとニュートラルラベル1つだとしたら、これ結果両方が打ち消されてニュートラルになっちゃうよっていう問題があります。ただこのニュートラルではないだろうが、ニュートラルラベリングになってしまうということで、内容的に質が異なりますと。で、実際にそのデータセットを構築するにあたって、このトピックの5つの分野からそれぞれこれだけのデータを集めましたと。で、ツイートとしては、7026個になってます。はい。で、データのアノテーションにクラウドプラットフォームっていうものを用いて、ツイートに表現された感情が曖昧なものだったり、この混在してたり、あとは、ちょっとよく分からなかったりしたら、コンプリケイトっていう好ましい選択肢というものをつけてくださいと。で、181人の信頼できる投稿者によって合計35,926件タスク完了して、7026個の、注釈付きツイートが完成しましたと。で、次にデータセットアナリシスということで、実際につけてもらったデータの中の割合がどのぐらいになってるかっていうと、満場一致でついたもの、あとコンセンサスと、あと多数ついたものとそれ以外っていうような分類になっていて、で、ここの結果からこの 7.9 っていうのが破棄してしまう割合に近いっていうことで、こういうような結果が出ましたっていうふうに書いてありました。で、次にそれぞれのついたそのラベルが何かっていうと、オブジェクティブ、ポジティブ、ネガティブと、あと複雑なものと入れて、大体ここも 8% ぐらいの割合になったので、大体破棄されてしまうデータのものは、めっちゃ感情的、すごい感情的なものの表現が含まれてたりすると、人によって感じ方が違うので、ここのよくわからない部類に分類されるというふうに書いてありました。はい。で、実際にこのデータセットを使って実験したんですけれども、その目的としては、最適精度で最先端の分類器を構築することじゃなくて、そのデータ、感情付与する人が不一致
すると、まあ、どのぐらいツイートサブセットを含むかで除外するかによって分類制度がどのぐらい影響していくかっていうものを理解することを目的として実験しました。で実験の位置としては、まあ、従来通りその不一致が出たツイートを削除したものと、で実験2としてはその不一致のツイートを含めて分類をしましたと。で、これが実際に分類した結果なんですけど、ここの分類した結果からですね、それぞれ、先ほどのところで満場一致から、多数のところまで分類されてて、やはり満場一致の方が上がるとそれだけ精度は上がってるというような結果になってました。で、こちらがですね、実際に実験2のやった結果でですね、このオブジェクティブの部分が 0.81 ということで、これが複雑なモデルのつぶやきをこううまく分類できてないなということが分かるというふうに書いてありました。はい、で、ディスカッションというところで、あまり考察みたいな感じではないんですけど、実際に実験した結果では、その注釈の不一致、人間によってそのつけるものが違うっていうのは単に人間の誤りに気にするものではないということを示していると。で、短いテキストの、感情分析の分野を進めるにはデータセットの設計と開発におけるところから直していかないといけないよと。で、将来のデータセットは、そのアノテートされたデータでその不一致が多いものを破棄するんじゃなくて、実際にそれも入れてあげてどういうふうに判断したかっていう情報も含めて公開するのが必要だよと。で、コンクルージョン、結論として、実際にこの人たちは、MTSA っていうデータセットを作成して、人間が実際にその単分センチメーター暗室のデータセット構築においてデータに主尺をつける方法をよりよく理解する、必要性っていうものを強調しましたと。で、フューチャーワークとしては本当のこの人間の注釈を利用してセンチメーターアナリシス分類子の改善をして、で注釈のその不一致を引き起こすサンプルのこの複雑な特性っていう、その感情とかなんかいろいろ織り交ざったような特性をよりよく検出して、それを理解していくことが必要だと。でさらに研究者は教師なしだったり歴史コンベースおよびルールベースの方法を含む単分のセンチメントアナリシスのための他の方法、機械学習に頼ってるんじゃなくてその以外の方法を開発して、MTSA を使用することを推奨するというふうに書いてありました。以上で終わります。